はい、どうも、ルルシュでございます。本日はですね、モンストをプレイしていきたいと思います。はい。で、今日はですね、超絶、新超絶のドゥームに挑戦したいと思います。はい。で、こちらの敵キャラが、モンストのアニメにね、出てきてるそうなのでね、ちょっと楽しみでございます。で、アニメのね、場面で、ワープが出てきていたみたいなので、そのね、ギミックの予想でワープが出るんじゃないかって言われてましたね。で、私はそれを信じて、ワープ対策で、突っ込んでいきたいと思います。はい。メンバーが弁慶さん、そしてベルフェゴールさんがキラー持ちでいいかなと思ったので、ベルフェゴールちゃん。そしてロイゼ。そしてフレンドでバルキリーをちょっと連れてってみたいと思います。はい。では、参ります。ギミックの、まあ、ワープ、予想のね、ワープのみ分かっている初見でございます。果たしてどうでしょうか？刀身。神様なんですね。結構なんかいかついフォルムをしてましたけど。一言よろしいでしょうか？なんかめちゃめちゃカオスなんですけど。なんか、音楽、サウンドもめっちゃカオスなんですけど。はい、では、行きましょう。ちょっと盤面見ますね。アクアドラゴン2体にドクロついてますね。あと、カゴから出れない鳥さんが2体。で、真ん中多分地雷かな、これ。はい、では行きましょう。このドラゴン怖いけど。まあ、倒してみないことに何が起きるかわからないですかね。何が起きるのか果たして。おー！おー！友情ロックだっけ、これ。友情ロック出てきた。はい、何が起きる？お？きらめき！きらめき！あ、待って、友情ロック外れてるかも。そして分割ダメを。あれ、ロイゼの友情ロック外れてるかもしれない。え、外れた気がするんだけどな。すいません、まだ確定できないんですけど、ちょっと、もう一回見てみますね。もう一回見てみます。よし、ちょうどよくアクアドラゴンが出たので。ちょっと待てよ。ちょっと、ダメ棒が、嫌な位置に。あー、めっちゃ。なるほど。鳥さんが友情ロックしてくるんだ。あー、なんか俺と同じ目に遭え的なね。そういう感じね。オッケー、確定。ドクロ。アクアドラゴンのドクロを倒すと、友情ロック解除されます。ってことはだよ。残しておいた方がいいのかな？バトル2、同じような感じの盤面で蛇が出てきましたね。うむ。ヘビ嫌だな。おう、あ、このタイプの地雷ね。これ、埋水いた方がいいでしょ、絶対これ。うわぁ。次、ベルフェちゃん。うん、これ一体は、前すいた方がいいかもしれない。いや、だからさ、なんかすごいなんかやらしいところにダメージオール、分割ダメオが貼られるんですけど。あの光は友情ロックのみなのかな、多分解除してくれるのは。どうなんだろう、ちょっとまだ確定はできてないんですけど、まあ、友情ロックは解いてくれましたね。
はい、バトル3。バトル3。うんとも、これヘビちゃん倒した方が気がするんだよね。うわぁ、アクアドラゴン倒しちゃった。これ毒解いてくれるのかな。うーんと、どうだろう。おー、毒も解いてくれました。なるほどね。ってことはアクアドラゴンを残しておいた方がいいんだね。ほうほうほう。なるほどね。あー、ちょ、弁慶さんに届かなかった今。失敗したー。うわ、結構、アヒルさんの HP 結構残ってるな。やばいかも。それで金になるよね。オッケー。え、嘘。耐えてくれ。オッケーオッケーオッケー。危なっ。あ、ちょっと待って。うわぁ、ちょっと待って。オッケー、持ち直した。ごめんなさいね、なんかめちゃめちゃ時間かかってる気がするんですけど。すいません、遅くて申し訳ない。次がボルギリ。オッケー。友情ロック解きたいんだけどな。アクアドラゴン出してくれないかな。ダメかな。よし。これでアクアドラゴン倒して6解いて次に行こうって感じですね。OK。 あー、弁慶さんが置いてきぼりになった。なんか固く感じるんですけど、このアヒル。あれかな、友情ロックされてるからかな、すごい固く感じる。オッケー。よし、これで、やっとアヒル地獄から、やっとアヒル地獄から解放されました。バトル4。なんか疲れた。なんか疲れた。なんだろうな、これ。おう、ドゥームさん、どうも。これからぶっ倒してやるぜ。どうかできるかわかんないけど。では行きましょう。どうしようかな。多分、アクアドラゴンは残しておいた方がいいのかも。友情ロックを解除するために残しとく感じか。
ねえ、あと分割だね。おやだ。すごい嫌だ。じゃあ、枝豆。なんかね、このね、中ボスっていうのかな、これがめちゃめちゃ硬く感じる。どうしようかな。で、あと半分。あと半分。おいよ、バルキリーちゃんの。いい感じに弱点に入ったね、今。だから、分割ダメオが嫌や。すごい嫌だ。お、いいね、ハート3つも。ハート祭りや。全部取ってしまった全部取っちゃった。バルキリーちゃんは OK ね。 OK、 よし、あとバトル5でございます。10分経過してる。ごめんなさいね、もう長くなっちゃうね。うわ、順番間違えた。多分これヘビさんが一番嫌だな、私これ毒。ロイゼ。次が、これきり。で、高野も行って、OK! よし、なんとか来たよ。めっちゃ時間かかったけど、ボスまで来たよ。OK! うわ、なんかすごいカオスだね。あ、すんごい、どうなってんの君。どうなっちゃった、どうなっちゃったからだ、大丈夫、なんかねじれ、なんかすごいことになってるからだ。うわぁ、絶対その10ターンダメなやつだ。その10ターン絶対ダメなやつ。なんか、音楽が、ロックな音楽になったんですけど。まあ嫌いじゃない、嫌いじゃないです、こういうの。こういう音楽嫌いじゃない。いきなりだな。いきなりロックになったな。それでアクアドラゴン復活でしょ、でハート金でしょ。でせい、指離れた、ごめんなさい。大丈夫かな、まだ。ひぃ、やばい、プルプルしてる。
これさ、これで下に入れたら逆転あるよね、これ。本草氏にはオッケーやったよし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 。なんか最近、分かったんですけども、敵、結構大きめに見といた方がいいんだってのは最近思いました。思いました。はい、気を取り直していきましょう。ただ HP が心配、めっちゃ心配。超絶心配これ。金のハート、金のハート、ちっちゃいハート来てくれた。1、1、1、1。やばい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 、これやばいぞやばいぞ。やばいねこれ。赤い女性のお願い、耐えて耐えてくれ。耐えた耐えた、なんとか耐えた。2、2、2、よしよし、大丈夫だね。おいいぞいいぞ。いや SS 使っちゃうよ、もう使っちゃうよ、もう HP が結構怖い私だぞ。ロイゼの SS の、私だけかな、私、ロイゼの SS、あんまりなんか、下流、まあ私の打ち方がね、悪いんだな、悪いんだな。待って。ロイゼは敵だね、敵にバウンドするたびに。我が一撃は勝利の、お願い、お願い、なんとかして。なんとかしてくれ、なんとかしてくれ。あんまり食らってない、やっぱり。やばい、毒だしかも。待って、触れた最初の敵を連打、触れた仲間が多いほど。ってことは、触れた最初の敵、仲間に触れてから行くのか、いや、とりあえず。選ばれし戦士たちよ、サンジラの前に連れて。ああ。あー、今の間違えた、もう間違えた、間違えた。あー、やばい、今の最悪。調べてから打てばよかった。いや、あのね、私的に、最初の敵、触って、敵に触ってから、こうね、ヴァルキリーちゃんが動いて、仲間友情とかね、わかります？言いたいこと。いやー、そっか、なるの？自分、あれですね、仲間に触れてからの、あれですね、敵でしたね。いやー、すいません。ね、早とじり良くないですね。書いてある順番通りかと思ったら、そうでもなかったですね。はい、てなわけで、ドゥームさんの、私の初見ここまででございました。ボスの、うわー、悔しい、これ絶対いけた。ボスの、緑ゲージの最後ら辺でございました。多分、皆さんも分かる通り、最後のね、ヴァルキリーちゃんの SS の使い方を間違ってなければ、いけたんではないかなって思うんですけど。はい。で、出てきたギミックが、予想されていた通り、ワープと、あとは、地雷。地雷と、分割ダメージオール、あと、友情ロック、かな？ね、アクアドラゴン。のドクロは、その友情ロックとか、あと毒だ。毒を、解除してくれるので、あれは、アクアドラゴンは最後まで取っといた方がいいのかな？あまり倒さないで残しておいた方がいいのかなって感じしましたね。あー、悔しい。マジないわ。うわー、今の SS マジないわ。いやー、私、もう反省しております。ものすごい反省しております。
いやあれですね、ちゃんと確認してから打つのは大事でございますね。はい。では皆さんもね、チャレンジしてみたかった、どこまでいけたよとか、このモンスターが良かったよとか教えてくださいね、メンバーのモンスターね。いやー悔しいな、とりあえず悔しいわ、ないわちょっと今日はね、お風呂入りながらもう反省会やわ、一人で反省会して、寝ます。はいはい、では本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はね、ちょっと長い動画になっていると思うので、最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。ではね、次の動画でまたお会いしましょう。ではまたね、バイバイ。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。私の Twitter、LINE の公式アカウント、LINE LIVE のお友達登録もぜひよろしくお願いいたします。動画の概要欄に URL がございますので、ぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録もお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。またねー。